メタルマックスリターンズ95年データイースト21回目、今回は電波塔ですよねに向かおうっていうところだったんですけども、とりあえずダストフランケンの賞金をもらってないのこれだけだったかな。そうですね。で、そろそろ一回レーザーバズーカを単体攻撃、攻撃力重視型からグループ攻撃型に切り替えようかなと思ってるんですよね。なので一旦はカナベルに移動して闇雲研究所の博士にバズーカの設定を変えてもらいましょうかね。さて、じゃあレンズのセッティングを変更してもらうんですけども、メガネのレンズは先頭に、でカメラのレンズは3番目に、ルビーのレンズは2番目に、太陽のレンズは4番目に入れてもらって、これで OK だったはず。はい、どうも。ステラの装備を、攻撃力が420ですよね。多分これで合ってたはずですね。はい。で、モンスターと遭遇したらね、一回攻撃してみて確かめてみましょう。で、行くのは、次はイーデン。ここの、南の、電波塔ですね。さあ、行きましょうかね。ワンとは降りましょう。車がサービスさせられるんでね。OK、ステラは全員攻撃ですね。OK。強力レーザーバズーカー。こっちで合ってたっけかな。あれ、電波塔じゃなく、ここを抜けてった先か。南北線地下鉄跡、これの向こう側にあるのかね。ちょっと待ってね、なんかあった気がするぞこのマップ。ないっけ。なかったっけかな。もうちょいこっちかな。ちょっとアイテムを探します。見つけた。ここ5500ゴールド。お金か。そんなにいらんかったね。この先は行き止まりになってて進めねえんだよ。戦車がありゃ先へ行く方法があるかもしれないが、俺はといえば戦車どころか今日の飯にも困っているありさまだからな。こんなところまで何をしに来たのか知らねえが、あんまり無茶をしてると俺みてえになっちまうぞ。ダンボールに住んでる人ですね。これは降りないといけないか。ちょっと行きましょうか。ID カード M いただきます。他はギガブル。ギガブルってエンジンやったかな。あ、ですね、とりあえずモスキートに積んどこう。とにかく南へ行くでいいのかな。
でも地面が割れてるな。こっちは、お、誰かいてる。電波塔へ行こうってのかい。でも道が陥没しててとてもじゃないが無理だぜ。ここの壁を壊せれば先に進めるかもしれないがね。これのことかい。目の前の壁に大きなひび割れがあります。砲撃してみますか。砲撃してみますか。大丈夫、地下でやってみます。マジで大丈夫これ。危なすぎるやろこれ。よく戦車埋もれへんかったなこれ。うひゃー、驚いた。俺も戦車が欲しくなっちまったぜ。いやいや、全然本来の使い方と違うからねこれ。大丈夫なんかいな。この辺が壊れてないのも不思議で仕方がないね。ここは他には何もなかったかな。お、モンスターがエンカウントする。ゴールドアントか。特に何もないかな。ここのフロアって賞金首出なかったっけか。おっと、 DNA のフロブか。3が嫌なんで逃げましょうかね。多分ね、記憶が正しければムカデロンが出たような気がするんやけどな。違うかな。ちょっとぐるぐる回ってみましょうかね。やっぱりね、出ましたね、ムカデロン。とりあえずご利用して大丈夫でしょう、この辺の賞金首は。催眠ガスね。はい、けい。おーっと、二人寝たか。あ、全員寝たか。誰か起きろー。あら、また。パームダーン。ダメは弱いね。とりあえず早く起きてくれないと。よし、オッケー。とりあえずアライアンが起きたんで、手法。誰か目覚めへんかな。オッケー、ステラが目覚めましたね。で、手法でセメント弾。ステータス異常攻撃ばっかりしてくんね。早く倒れてくれないかな。まだステラだけしか動けないかね。さあ行け。眠りガスって基本的に誰かが寝ていくな。
おっと、またガス弾。眠りガスやめてほしいな。さあ、そろそろ倒せるか。まだか。おっと、サムスも寝てしまった。ステラも寝てしまった。全員寝てるね。何か部品壊されたぞ今。手法破損。起きろ、誰か起きろ。ダメだね、起きない。バームダーン。さあ、起きられない。あ、まだ起きられない。あ、ダメですね、全員寝ちゃいました。何かまた破損したね。手法がどんどん破損していく。さあ、起きてくれ。ダメか、全然起きられないね。はい、手法。今度はセメント弾ですか。またサムスは寝たかな。あ、ステラも寝ましたね。はい、行け。ダメージは大きくないんですけどね。全員がどんどん寝ていくもんだから攻撃ができない。全然起きないな。延々と寝続けるね、みんな。二人目覚めたか、やっとかな。はい、手法いってください。はい、撃破。大して強くないんやけどな。ひたすら寝続けたね、みんなね。ちょっとメカニックキットで手法を修理しといて。じゃあこれでムカデロンは撃破したから、あとは電波塔のそばに出れたら完璧なんだよね。はいよ、オッケー。かな。まあでも道が一本しか基本的になさそうなんで、ずっと奥まで進んでいくだけかな。こっちで道が切れてるから、右側の今度壁にまた穴が開いてるのかな。さあ、ソニックコブラもね、もう戦車に乗ってる状態やったら全然負ける気はしないので。おっと、あ、 DNA ブロブは、ブロブは3が嫌なんで逃げます。あれ、道が途切れたぞ。ここの下が、右端がつながってそうですね、向こう側と。ソニックブーマーってなんだ、装備か。あ、弱。あ、こっちから行けましたね。エンカウントが高いな。あれ、行き止まり。あ、こっちに今度抜け道がありますね。スロープ、サイドスロープで、お、出てきた感じ。オッケー。電波塔ですね、確実に。
で、電波塔には何かがあった気がすんだよね。オッケー。177mm アモルフ。大砲ですよね。そんな強くないんで、モスキートに積んどいて。じゃあ電波塔へ。やっぱり戦車は降ろされるかな。階段、エレベーターが降りてこない。4階に止まっている。ボタンが壊れているようだ。そこから上の階に登れるのと、そこに何かロボットがいてますね。あら、音楽が変えれる。キャタピラビレッジ、タンクウォッカ、流されてポブレオプレ。買って買って買って。意外な音楽が流れちゃいますね。あ、でゲーム機。右下にも階段があって、この自販も動いてんのかな。あ、動いてるな。観光地のゲームセンター的な感じなのかな。ねえ、そんな感じしますよね。そこのこいつは、あ、また違う曲が。キャラバン、メタリックシェイカー、ウォッカニの窓に。こいつはなんだ。私の横にあるゲーム機はパーフェクトが出ますと景品が当たります。1ゲーム500ゴールドですが楽しんでみますか。はい、ではプレイするゲームレベルを選んでください。何これ。地雷モグラを叩かずにパーフェクトを目指して楽しんでください。あ、ボタンを押すの。あ、ダメ、間違えた。おーおーおーっと、難しいっすけど。あー、全然ダメ、全然ダメですね。パーフェクトどころかって感じよね。残念でしたね。この残念賞をお受け取りください。2階の老人形館や3階の水族館への水族館の方へもお立ち寄りください。きっと心ここよりも楽しめることと思います。残念賞って何くれたんだ。悪のブロマイド、ビッグキャノン、砲台のブロマイドってどうなんでしょうね。さあ気を取り直して2階行きますか。老人形館へようこそ。準備中。世界的スターのダンス、マイケル・ジャクソン的なやつが動き出しましたね。悲劇の恋物語を再現、ロミオとジュリエットかな。これは金メダリストの演技。オン。なんだ、何やってんだ。体操か。ヘビメタグローブ。上がる人はいないですね。弱い。
おっと、何？ドラキュラがやってきますね。入れないここに。こうしたらいいの？もう一個上の階行きますか。でここはモンスターがエンカウントしないっぽいね。でも何もないですよね。ここは水族館だったんじゃないのか。左上に木箱がある。お、誰かいてるぞ。俺の大好きなマリリンの蝋人形を持ってきてくれたら俺にいいことを教えちゃうんだけどな。どうだ。はい、マリリンは地下の下水道に流されちまっててさ、下水道にはその階段から行けるんだけど怪物だらけで近寄れないんだ。なるほど、防弾チョッキ。その下水道から持ってきてくれと。マリリンの蝋人形、まあ、いいですけどね。プロテクターしないのはステラだけかな。でここから地下に行くってことなんでしょうけど、上の階は行き止まってるんですね。床に穴が開いて、こっち側には上り階段はあるよな。でもな、ここから行ってもダメなのか。あ、同じく了解了解。そのマリリンの蝋人形を取ってこないと仕方がないってことですね。行きますわ。だろうなこれ。モンスターは出るんですよねここね。お、メチルアマゾンじゃないですか。結構強いの出てくる。おっと、3毒ガスか。はいよ、撃破。こっち行けるよな。これかね、このマリリン・モンロー的な。どうしたらいいのこれ。話しかけんの。どうやら蝋人形のようだ。マリリンを運びますか。はい、出てくるのかな。来た道戻るだけかな。さあ、生身でメチル・アマゾンと対決は結構辛いんでね、とりあえずマリリン連れて戻りますかね。さあ戻ってきましたよ彼に。マリリン会いたかったぜ。何やってんだあれ。赤い蝋人形を押せばドラキュラ人形の動きを止められるぜな。マリリン、マリリンはなんだか微笑んでいるように見える。ちょっと怖えなこの人。でドラキュラ人形の止め方がどうこうとかって言ってたけど、さっき止めましたけどね。もうそれのことじゃなくて、間違えたね、一個下の階やね。これのことっすよね。あ、でもここにはめちゃったらドラキュラ人形が邪魔で進めないから、先に左におびき寄せてから止めるわけですかね。元に戻れなくするって感じかな。はい、はいよ、行きましょう。これ別にあのおっさんに教えてもらわなくても自分できたでしょこの仕掛け。これで4階の穴の
反対側に来れたわけですよね。オッケーオッケー。でこれでエレベーターが動くな。でこの階は別に他には何にもなさそうなので、まだ上があるのかな。あるね、5階。誰？あんた外の世界から来たのかい？外の世界にもまだ人の生きてる場所があるのかい？はい。ドヒャー。え、みんなここにこもって生活してんの？世界の破滅が始まった時、一夜にして地上のすべては炎に包まれたと言われておる。その中でわずかに生き残った者、わしらの先祖は通信機を抱えてこの電波塔に上がってきたのじゃ。世界のどこか他の場所で生き延びている人々と連絡を取るためにな。しかしその時にはもうどこからも返事は来なかったそうじゃ。 BS 掲げし時、地球を回る偽りの星より裁きの光が打ち下ろされる。これが我らの先祖から伝わる BS レーザーの伝説じゃ。これは衛星通信コントロール。あ、 ID カードエラーってことはさっき拾ったやつかい。はい、オープン。あ、なんだこれ。お、 BS コントローラーへプログラムを書き込みました。何ができるようになったのかな。レーザー、衛星レーザー攻撃。謎だ。こちらは同じかね。衛星通信コントロールオープン、命令をどうぞ。回収、戦車の町への回収。ここでは回収はできません。は？もうちょいと大きい声で喋ってくれんかの。わしらはここで生まれここで死んで行きますのじゃ。じゃがこうして荒れ果て滅び去った世界を眺めておると、今自分が生きているということの方が不思議に思えてきますわい。ここから他の町見えないのか、こんなに高いのに。絶対見えそうなもんやけどね。まあいいか。5人だけしか住んでないねんな。おじいちゃんとおばあちゃんだけで、この人たちの代でもこの電波塔の町終わりじゃないですか。さあもう踊ろう。エレベーター動かしてあげたからみんな出てきたらいいのにね。戦車の牽引車のモスキートに乗って連れてってあげるけどね、来ないよなみんな。じゃあさようなら皆さん。ということで電波塔は上に BS コントローラーのシステムがあっただけで、他別に何もないから、次は、あ、電波塔も来れるんですね。全部地図が埋まったから、あとはクリアしてないイベントがある街って言ったらフリーザとソルかな。ソルのミュータントワニ先に倒しに行きましょうかね。まずは戦車たちは一旦ムカデロンの攻撃でねやられかけてるので、全開にしましょうかね。さあ、あれ、賞金をもらおうと思ったんだけど、ここは違うのかな。さあ地下の下水道はこっちから入るんやったっけ。ここですね。さあ行きますか。ミュータントワニはこの間ここですれ違った以来なんでね。強えかなミュータントワニ。プロテクター破壊。
撃破かな。ミチルアマゾン攻撃が結構強いんで怖いよな。さあどこに、このおじいさん前にアイテムを取りに来た時にも何か話聞いたような気がするよね。何やったかな。あーそうかそうか、下水のバルブで水がどうこうって教えてくれた人ですね。さあちょっと探索ですけど、どうなんかなこれ、こっちで合ってんのかな。前は左側に下水のバルブがあったのは間違いないんだよね。でこっちは、そこにいてる、この下の段どこから降りるんや。下を向いてたね。左側から回ってくるのかな。まずは下の段に降りられる場所を探さないといけないよね。ここは下水のバルブがあったところ、こっちの下か、こっちかな。お、回っていけそう。さあミュータントワンに行けるかな、こっちから。というかエンカウントするモンスターがメチルアマゾンオンリーなんですね。街とか建物の地下にはこいつらがはびこってるのかな。さっきの電波塔の地下もメチルアマゾンやったしな。さあ微動だにしないミュータントワに行きますか。うわおお、さて攻撃して大丈夫かな。ダメージは通るね。おレーザー反射。ミュータントワニって炎を吐くの。よっ、あ弱ー、倒しちゃいましたね。戻りましょうか。お、メタルレガースを手に入れましたね。これは装備かな。下がっちゃいますね。いらない。さあこっちから戻ったらどこに出るのかな。お、どこ、これ。商品の装甲車は俺様がいただくぜ。な、なに、お前があのミュータントワニを仕留めたって、そんなアホな。あ、ここに出てきたんですね。でここにおった人がいなくなって放置されている。乗っていいっすか。お、装甲車ゲット。さあどんな性能なんですかね。ウォズニアク2、 11ミリバルカンインパルス、シャシーは重量 7.5 トン、守備力90、穴が吹く方だけ、積載重量が27トンで、インパルス、弱いな。別にこいついらねえな。どうしようかな。リオラドの実家の駐車場に止めに行くか。ちょっと止めてきますね。さあ装甲車を実家に預けてきたので戻ってきましたよ、ソルのマッチに。でこっち側は初めて通れるようになって、初めて行けるよね今ね。バーだけか。
人もまあいつも通り同じことを言うね。店員さんがローラースケートで滑ってるな。話しかけられない。やーん、どいてどいて、仕事の邪魔をしないでね。あ、こけちゃいましたね。おい、ローラースケートの姉ちゃん、バックドロップおかわり。きゃ、痛いん、痛いんやね。こけた体勢のまま、あ、復活した。あ、道を塞ぐとこけるんですね。かわいそう。スケートのお嬢さん、バリバリソーダをもう一ついただけます。特に何も。俺もミュータントワニの野郎をやっつけてみたかったぜ。そうすればきっと金も名誉も女も欲しいまま。さ、でもその前に勇気が欲しいぜ。はあ、やっぱり道を塞がないと喋れないですね。バタッと。ゴメスは倒してますよね。こっちは、あ、ロドリゲスも倒しちゃいました。だいぶね、賞金首も倒してきたはずなんやけど、こっちはなんだ、何も入ってない。これ向こうに行けないですね。あれ、人はいてるんやけどな。裏口から入るパターンかな。こっち、あ、オッケー。はい、家みたいな、家じゃないみたいな変なものに人が住んでる町が南の山の向こうにあるんだとよ。なんだそれ。ハースの尻尾、ここは何だろう。レンタル中央センター、お得意様リスト、ワルゲリオ様7台3849ゴールド。レンタル戦車ってわけでもないのか。ちょっと思い出したな、あそこに書いてるワルゲリオのお得意様リストよりも多くレンタル戦車を借りれば、そこになんか名前が載ったような気がするよ。なんかテントがあってあったっけ、こんなん。もともとレンタルタンクができてる。借りてみましょうか。借りてみました。これまで何台ぐらい借りたんかな、覚えてないよな。何回かはストーリー途中で借りてるんやけどね。あ、ワルゲルが今一番なんですね。一回返却しといて、間違えた間違えた。はい、全車返却。一回違う街でも借りてみて戻ってきましょうかね。なし、8台借りたらいいわけでしょ。あ、来ましたね。やっぱり8台超えたらお得意様リストに乗りました。ロードしたら、あ、 OKOK。 BS コントローラーにレンタルサービスが使えるようになりましたね。 OK。 さあ、これでソルの街は全部 OK かな。装甲車も取ったんで、まあ、次行くとしたら、あそこかね。コロナビルに行った時に立ち寄った補給小屋の北に見えてた洞窟
あここがまだ行けてないんで、次は行くとしたらあそこかなってとこで、あそこに行くんだったら、場所的にはフリーザか、イルミグラからは遠いよね。フリーザから北西に向かうのがいいかな。ですね、ここから北西に向かっていきましょうかね。というところで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はあそこの洞窟ね、入っていきたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。